どうも、森山です。今回ですね、こちらのゲームをやっていこうと思います。行方不明ということでね、こちらのSteamのゲームなんですけどね、前からね、やってみたかったのでね、ちょっと早速やっていこうと思います。はじめから。これね、キーボードで操作するっぽいんですけど、自分キーボード慣れてないんだよな。お電話。これ、誰だろう？もしもし？お、佐藤、お久しぶり。これあれかな？お電話の人が多分佐藤さんだよね。お久しぶりです。なんか、喋り方が。山田さんですよね。佐藤さんに山田さん。よくある名字の人たちだね。おう。山田さんは男性っぽいね。いじめ探偵になったそうじゃないか。え、そんな探偵あるの？あの事件の後で辛かったとは思うが。え、いじめにあったのかな？お前はよく頑張っているよ。これ女性がいじめられたってこと？尊敬する。そういうお前だからこそ今日連絡させてもらった。何何の連絡これ。今回の件については俺たちよりお前の方が理解できると思うんだ。詳細は後で説明する。あの交番で待ってるからな。交番？じゃあ、交番？何？これ警察なの？探偵じゃないの？この人。どういうことだろう？なんかあれかな？いじめられたことある人の意見を聞きたいってことかな。お、あ、説明が出てきましたね。オプション。あ、これちょっと変えてこうかな。感度マックス。明るさもちょっと明るめにしとこっか。画面暗いとね、あれ嫌だもんね。こんな感じでいいかな。あら、綺麗な星空。あ、待って。あ、これ待って、これ感度良すぎるな。ちょっと待って。これちょっと待って。ちょっとさすがに感度良すぎたかも。これぐらいでいいかな。これどうかな。じゃ、やっぱ操作が慣れてないね、やっぱりね。あ、え、これでも結構感度いいな。ちょっと待って。これ意外と最初の設定ぐらいでいいのかも。最初これぐらいだったよね。これでいいか。どうかしら。え、待って。え、今度は感度遅すぎるな、これ。設定めっちゃ難しくない？これ。え、これぐらいでどうだ？いいかな？あ、あ、これまあいいかも。あ、結構難しいな。お、え、ケース、あ、これがさっき言ってたあれかな。交番ってこと、待って、これめちゃくちゃ操作難しいんだけど、待って、これさ、あ、すげえ難しい、ちょっと待って。これ感度がまだあれかな、良すぎるのかな、ちょっともうちょっと低めにするか。こんぐらいでどう？また最初ぐらいになっちゃったけど。あ、これ最初ぐらいがちょうどいいかもしんない。これでじゃあ行きましょうか。え、パトカー止まってるけど。え、何？あ、なんかさ、ナンバーおかしくないこれ。なんか文字がなんか、変な風になってるけど。あ、これがあれかな、その交番かな。あ、いる。あ、おまわりさんいる。あ、普通に入れる。あ、いるね、おまわりさん。この人、え、この人に呼び出しくなったってことか。お顔がちょっと面白いね、これ。あ、来てくれてサンキューな。これが何？山田さん？え、でもさっき電話してきた人って探偵だよね。え、すげえ文字遅いね、これ。今日一日で、中学生が3人も行方不明になってしまったんだ。一日で3人ってやばくない？犯人絶対同一犯でしょ？船橋と一緒に子供を探してくれないか。船橋さんっていう人と一緒に行くってこと？船橋は、口はあまり良くないが、なんかこれ口って字めっちゃちっちゃくない？これ。頼れるやつだ。なるほどね、船橋さん。同じ警察？今、交番裏で休んでいる。あ、裏で休んでるんだ、今。声をかけてやってくれ。あ、わかりました、じゃあ。声かけに行くか。それともう一つ、何？めっちゃ俺の事するな、この人。セーブをしたい時には俺のところに、いつでも来たらいい。なんか急にあれだね。ゲームっぽい説明をしだしたね。あ、セーブするときは、この人のところに行けってことね。あ、え、何これなんか、ちょっとなんか、やらしめのポスター貼ってあるけど、これ。てかね、これ画面がすげえ流れる感じだな、これ。あなたに届けたいホラーの楽しさは、なんか、すごい爽やかで、ホラーの紹介をしてるね。え、これ何？セーブするとき。これめちゃくちゃ操作難しくない？これマウス感度があれかな？まだちょっとおかしい感じになっちゃってんのかな？ちょっと話しかけ、すげえ一気にこっち向いた。おお、どうした？え、セーブ。セーブがしたいです、セーブ。え、これさ、え？まあ、セーブしたいときに、
つでも聞いな、待って、セーブしたいんだけど、早速1回目の。これ待って、どう操作する。あ、来た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 。ちょっとセーブしとこう、1回ね。初のセーブ。あ、いけたっぽいですね。てか、これ、お顔めちゃくちゃ面白くない？この人。あ、メガネかけてるんだ。ちょっとあれだね。お目目悪いんだね、この人ね。すげえいい笑顔してんな。ということで、早速、なんだっけ、船橋さんだっけのとこ行ってみるか。こっちからあれかな？裏っちょ行けばいい感じか。あ、裏って普通にあれなんだ。あれだと、お外なんだね。船橋さん？なんかめっちゃ、なんかすげえお行儀よく座ってるけど。あ、でもやっぱこの人もあれだね。警察官の人なんだね。あ、なんかすげえお行儀よく座ってるな、この人。なんかこれ、すげえカクカクな気がするけど、これあれかな？なんかパソコンの設定の問題かな？あ、待って待って待って、立ち方もなんかすげえカクカク。ああ、なんか反応が面白いな。急に話しかけてくるのマジやめてください、つ。いや、もう絶対来てるの分かってたでしょ。心臓止まりますから。そんな別に脅かしたつもりないんだけどな。あなたが探偵さんすか？え、これ待って、自分が探偵ってことこれ。あ、てっきりあの女の人かと思ってた。はい、探偵をやっている佐藤です。あ、え、待って待って待って、これさ、お電話を受けてた女性が探偵ってことこれもしかして。山田さんは何者なのこれ。このな、こんな、こんなが弱そうな女の人、本当に頼りになれるんですかね。あ、すげえ失礼なこと言ってるな、この人も。まあ、しょうがないっすね。これ文字すげえカクカクなんだけど。僕ら警察よりもいろいろと知ってるとのことなんで。まあね、一応探偵やってるんだもんね。手がかかりそう、手がかりになりそうなものありますか？いや、まだ何も調べてないんだけどな、特に。そうっすね。これなんか警察の人たちも一緒に探してくれんのかな？行方不明のこの一人の友達によると、あ、ちょっと手がかりあるんだ。行方不明になった三人は、インターネットのチャットを通じてコミュニケーションを、ああ、取ってたんだ。ってことは三人はあれなんだ。一応知り合い的な感じではあるってことだよね。なのでまずは、水木さんの家に行くしかないっすね。水木さんで、はいはいはい。その人のお家に行く感じか。おい、ちょっと船橋さん。え、これ何？連れてってくれる感じ？一緒にあれかな？行ってくれんのかな？あ、なんかドアの変なとこ開けちゃってるよ。てかこれ操作すげえ難しいんだけど、これさ、なんか設定が悪いのかな？テクスチャって何これ 100% になってるけど。え、これテクスチャって何？文字の速さ？え、あれで100だってこと？もしかしてこれ。え、他になんか速さの設定みたいのないよね。SSR ってなんだ？まあ、なんかちょっと変にいじってなんかなっちゃっても嫌だから。ちょっとカクカクだけどこのまま行ってみるかな。あら！猫を探しています。名前、ミネイだって。でもあれか、行方不明になっちゃったんだ、ミネイ。かわいそうに。これあれかな？あ、連れてってくれる感じっぽいですね。え、ちょっと、お願いしますね、船橋さん。これ、この人に話しかければいいのかな？わあ、カーソル合わせるのすげえ難しい。あ、来た来た来た。どこ行きますか？え、水木さんのお家でいいんじゃない？え、これ、え、どうやって合わせるのこれ。あ、これか。水木の家。早速行ってね。事情を聞いてってみようか。お、あ、着いたっぽいですね。これちょっと今設定いじったんですけど、さっきね、解明度がね、高すぎてね、結構カクカクしちゃってたっぽいんで、多分ね、さっきよりヌルヌルね、動くと思うんですよね。あ、これあれか、呼び鈴鳴らす感じか。お、なんか結構古そうな感じのあれだね。あ、びっくりした！音でかっ！これ何、何親、あ、びっくりしたなんか、登場人物みんなお顔がちょっとあれだな。誰？これお母さんかな？家に何の用？あの、水木さんのこと、水木のことなら家にはいませんので。え、だってさらわれちゃってんだもんね。え、さらわれっていうかあれが行方不明か。家にいる必要はないでしょ？水木がいなくなって私も気が気じゃないのよ。まあ、まあ、そらそうだよね。ちょっと話しかけないでもらえる？あ、すげえ、なんか怒っちゃってるな。あなた警察でもないのに。え、一応探偵なんですけど、何様のつもり？あ、言っちゃっ
なんかあれだね。やっぱとてもじゃないけどお話ししてくれそうな感じじゃないよね。これ一回あれかな。うわ、怖え。この人なんだっけ、船橋さんだっけ。この人は特にあれか、手伝ってはくれないのか。え、なにこれ、どこ行きます。これ、あ、一緒に来てもらうか。警察がなんちゃらって言ってたしね。え、いいっすけど、僕こういうの苦手なんすよね。わ、そんなこと言わずにお手伝いして、お願いします。警察じゃないと話したくないみたいなんです。もうやる気ねえなこの人。わかりましたよ。え、頼むよ。でもどうなっても知りませんからね。いや、でも警察連れて行けばさすがにお話ぐらい聞かせてくれるっぽいよね。あ、でも、え、待って、誰かいない、あそこ。え、なに、なんか揺れてない、あの子。なんか子供っぽいよね。なんだろう、あの、あとあとあれかな。あの子も絡んでくる感じかな。あ、これもう一回呼ぶのか。なんかまた怒られそうな気がする。てか、ビルが相変わらずでかいな、これ。ちょっとこれでお話聞かせてくれませんか。ちゃんとおまわりさん連れてきてよ。またあなた、ふーん。今回は実際のおまわりさんを連れてきたようね。お、少しは聞いてくれそうな感じになったね。でも連れてきたところで家に入らせることはできないわ。でもお話聞かせてくれるだけでも。用がないならばあっちに行って。結局意味ないじゃん。おまわりさん連れてきたけど。わ、役に立ってないよ、この人。残念っすね。しょうがないっすよね。とりあえず次、アキコさんのとこ行くっきゃないっすね。アキコさん？それも何？誘拐された、一人ってことかな？てかさ、さっきの子めっちゃ気になるんだけど、ちょっとあっち一回行ってみよっか。この子はなんかあれかな？お話聞かしてくれる感じなのかな？ちょっと待って！この子自分と同じひょっとこかぶってる。なんか勝手に親近感湧いちゃうんだけど。何持ってんのこれ？風車持ってるね。この風車のおもちゃは変。なんで？どんなに振っても、絶対に回らないんだ。壊れてんじゃない？楽しくない。これ別にこの子は関係ないのかな？じゃあ一回何？あれかな？またあれ？船橋さんにお話ししてどっか連れてってもらうのかな？次誰だっけ？アキコさんって言ったっけ？出てきた出てきた。じゃあアキコさん、行ってみよっか。アキコさんこんなところ住んでんのこれ。どこどこどこ、なんかめっちゃあれじゃない、森の中に住んでんだね、アキコさん。これ近くにスーパーとかコンビニとかあんのかなこれ。てかどこお家これ、なんかお家がさありそうな、あ、階段あるな。ここか。でもなんか建物見えてきたね。ここに住んでんの、アキコさん。なんかまたお怒りされそうな気がするけど。これ呼び鈴とかは何？押さないの今回は。ノックね。誰もいないようだわ。入れないじゃん、じゃあ。何？せっかく来たけどまた意味なし？これ。これどっか開いてるとか、これもしかしてなんか起きてんじゃないの？なんかあれじゃない？窓とか開いてんじゃない？これ多分。なんか中へ、びっくりした。誰これ。おばあちゃん？この人、アキコさん？なんか、畑これ。はやはら、はやはや、びっくらこいたわ。やっぱ登場人物みんなお顔が面白いな。腰が抜けると思ったわ。どちら様やわ。どちら様やな。すみません。佐藤と申します。アキコさんがいなくなったと聞いたんですが、少し部屋の中を見させてもらっていいですか？あれ、怖い、アキコ、大丈夫なんかいな。あら、怖い、何？行方不明だったり知らないの？すごく心配しとるんやさ。一応知ってるっぽいね。アキコを探してみるんか。すんませんな、アキコを頼むさな。なんかこの人あれだね。そう、お話聞いてくれるね。今好きなように見ていきなさい。あ、いいんだ。家の中に入ってもいいということだろうか。ありがとうございます。でもそういうことっぽいよね。どこ行くの、おばあちゃん。なんか急に歩き出したけど、これ案内してくれる感じ？これ、ついてこいとかそういうわけじゃないのこれ。なんか一人で勝手にうろちょろしてる、この人。ってことこれあれかな？お家の中勝手に、見ていいってことだよね。これここは開かないんだ。ってことあれか、また、
正面玄関行ってあれかな、あれかな、調べる感じかな。ここから入ってっていい感じ。え、お邪魔しちゃっていいんですよね。ちょっと許可得たから大丈夫だよね。あ、入れる入れる。入るかじゃあ。はい。誰もいないの？え、すごい立派。鍵がかかってるみたいね。あのおばあちゃんなら何か知っているかも。開かないんだ。え、じゃあまず1階から調べてってみる？え、これなんか、あ、ここは開かないんだね。あ、これ白いのが出るところが開く感じ？ここは？ここがあれか。いつもご飯とか、てかカップラーメンだらけじゃない？あ、カップ麺でちょっと書いてある。え、しかもこれ食べかけじゃない？これ。なんかここで情報を得る。すげえ暗いな。あ、一応炊飯器もあるね。ここであれか、お料理とか。あ、でもなんかあれだね。お弁当とか、カップラーメンとか、食生活がすごいあれだな。自分に似てる感じっぽいね。え、なんかすげえでもゴミとか、溜まっちゃってるけど。相当あれかな。長い間行方不明なのかな。え、でも今日って言ってたよね、行方不明だったの。なんかさ、テレビのさ、砂嵐みたいな音聞こえない？あ、これでも2階は、行けなくない？え、これなんか白いの出てるけど何これ？え、でも鍵かかってるんだよな。あれおばあちゃんに聞きに行ってみるか、じゃあ。一回出よう、じゃあ。おばあちゃんこれ。びっくりした。ちょっと船橋さん脅かさないでよ。あれだね。ひっそりこっちの方あれだね。来てたんだね。え、ちょっと、おばあちゃん鍵かかってるんですけど、鍵持ってんのかな？はやはや、びっくらこいたわ。あれだかさっきと一緒なのこれ。え？あれ？これ待って。え？さっきお会いした佐藤ですが。待って、これおばあちゃんさ。もしかしてちょっとボケちゃってる？そりゃあったか。え、覚えてないぞ。確かな、あんたが覚えられる、覚えられん顔やもんで、やつは。はぁ、ところで、アキコさんの部屋の鍵がかかってるみたいなのですが、どこにあるか知りませんか？なんか知らなさそう。そんなん知らん、やっぱり。ああ、そやけどさっき、そこら辺に鍵みたいなもんが落ちとったような。え、そこら辺ってここら辺？え、これ探せばある感じ、もしかして。そっか、ここら辺にあれかな？落ちてたりすんのかな？ええー、でもこれこっから鍵見つけるって、相当難しくない？一回船橋さんに聞いてみるか。なんか意外とあれ知らないから、鍵のこととか。ちょっと話しかけてみよう。あー、知らないっぽいね。ちょっと見回ろう。え、普通にあれかな？え、ポストに入ってたりとかしないよね、さすがに。落ちてたって言ってたよね。周り調べてみるか。ええー、これ見つけんのすげえ難っ。あ、え、これ違う？あ、違うか、なんかそれっぽいのあるか。え、これ違うのかな？なんかちょっと銀色に光ってるけど、これ違う？こんな見つけにくくないか、さすがに。タッチしても違うから。え、こんなか怪しくない？ここも鍵かかってる。どこにあんの？多分普通に落ちてる。ぽいよね、さっきの言い方的に。あ、あった！あ、結構こういう見つけやすい感じで普通に、あれだね、落ちてるんだね。え、待って、拾えないんだけど。あ、カーソル合わせんのが相変わらず難しいぞ、これ。え、これで合わせなきゃいけないってこと？どう？あ、来た！来た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 。あ、普通にお手手に持ってるよ。でもこれであれだね。あそこ開けられるってことだよね。なんかやばいのありそうだな。大丈夫かなこれ。なんかとんでもないものとかありそうじゃない？じゃあ早速でまたお邪魔して。あ、来ました来ました。じゃあ開けてみるか。鍵がかかってるみたいね。あのおばあちゃんなら何か知ってるかも。え？鍵持ってんだけど。これアイテムとかってあったか？あ、インベントリー。え、タブってどれこれ？待って、自分タブのあれがわかんないんだけど。え、待ってね。タブってこれか？え、待って、これ一回調べなきゃわかんないぞ、これ。よし、タブキーね、調べてきました。これっぽいな。あ、来た来た来た！アキコの部屋の鍵。これ普通にここであれかな？使えばいい感じかな？はい。あ、来た！あ、意外と普通という、え、なにこれ？バック？バックっぽいよね。なんかアイテムとか入ってんのかな？
ひどい落書きがされてある。あ、死ねって書いてある。かわいそうに。これいじ、なんか聞こえない声。何これ？あ、なんかのアニメのポスターかな？なんかさ、なんか泣き声みたいの聞こえない？これ何？なんか落ちてる。え？何撮ったこれ？鍵？また？なんかすげえテレビの音すんだけど、これこっちも何これ？これ窓か？なんか鍵見つけたけど、そういえばさ、え、電話？え、電話？え、どこなんだ電話これ？え、どこ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 、これ開けんのかな鍵で。あ、これ一回切ったよね。あ、電話あれだ、こっちにあったな、そういえば。これいなかったっけ？あったあったあった。え、出ていいの？出ていいの？出るよ。もしもし？誰？誰？どちら様でしょうか？かすかであるか誰かの歌い声が聞こえる？え？待って、なに？なに？誰が来なかった今。なんかさ、暗くなってない？なんか足音したんだけど今。これ誰か入ってきた？おばあちゃん？え？怖い、怖い。え？なに？なに？なんでこんな暗いの？さっきこんな暗くなかったよね。ちょっと待って、待って、待って、待って。これさ、テレビみたいな音は何これ？あ、これか、ラジオか、これ。あ、消えた。え、それだけ？え、これ鍵はすごい。待って、これどこの鍵これ？そういうことか、オッケー、オッケー。あれか、お外の倉庫開けるんだ、これで。え、てかさっきさ、誰か入ってこなかった？気のせい？これでじゃああれか。一回、これ毎回船町さんすげえびっくりするんだけど、そこを開ける感じか。あ、おばあちゃんでもやっぱここにいるね、まだ。さっきの話はあれか。じゃあ自分の気のせいってことか。これ開ける感じか、ここ。え、いいんだよね。あ、これまたあれか。アイテム毎回持たなきゃいけないんだね。で、これで、ここ、あれ？なんか開けるボタン出ないんだけど、なんで？あれ？さっきさ、あ、違う違う違う、ドアじゃないとこ見てたわ、ここか。酒を。なに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 ？なんか壺？壺がめっちゃあるけど。え、なんか落ちてるよ、なにこれ。なになんかこの赤いやつ。お守り？え、お守りだ。え、これだけ？でも倉庫の中これだけっぽいよね。なんか壺はめっちゃあるけど、なにこれ？鎌？なんかあれかな？畑とかで使う鎌だよね。大丈夫だよ。変な鎌じゃないよね。大丈夫だよね。これお守りについてさ、おばあちゃんなんかしろ、あれ？あれ？おばあちゃん？おばあちゃんどこ行った？おばあちゃん。おばあちゃんお家帰った？なんかさ、知ってそうじゃない？おばあちゃんだったら、このお守りのことを。これもしかして、行方不明になった人の、え？おばあちゃんどこ行った？待って、おばあちゃんも行方不明になったぞ。お家の中あれかな？入ってった感じかな？ちょっと一応聞きたいよね。え、待って。え、さっきここ子供なんかいなかったよね。え、これお化けとかじゃないよね？大丈夫だよね？うちの子これ。あら。どうしたの？なんかワンちゃんのなんか持ってない？お母さんとお父さんはいないかな？い。え、なんかいたね。いな。いつ頃帰ってくるかな？あ、なんか黙っちゃってる。何持ってるの？犬。犬？え、犬持ってんのそれ。何？犬の餌？あ、犬の餌でそうだ、犬自体じゃないよね。びっくりした。なんで犬の餌なんか持ってるの？確かに。ねえ、降りてこない？ずっと黙っちゃってる。これ以上話したくないか。でもあまり警戒はしていなさそうね。確かにお話は一応してくれてるもんね。え、おばあちゃんどこ行った？マジで。え、てかまたラジオついてんだけど、これなんで？しかも今回消せないし。お守りのことおばあちゃんにさ、聞きたかったんだけど、おばあちゃんマジどこ行った？え、いなくなってるよね。こっちは来ないもんね。え、おばあちゃんも行方不明なんだけど、どういうこと？一回出てみるか。
え、これでさ、おばあちゃんまたさ、さっきのとこに戻ってるとかはないかな。おばあちゃん？え、待って待って待って。なんかお守りをさ、入手してからおばあちゃんも行方不明になっちゃったんだけど、え、これ船橋さんおばあちゃん見てないかな？ちょっとおばあちゃん知らない？え、完全にいなくなっちゃってる。これ水木さんの家行く、俺、水木さんのお守りかな、もしかして。あ、来た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 。これでもしかしてちょっとお話ししてくれる気になるんじゃないかな、これ。もう出てくれないみたい。なんとか説得できるものがあれば。え、お守りじゃ無理。あ、水木の守りって書いてあった、今。これで出てきてくれんじゃないの？来た、やっぱり。これが必要だったんだ。これは、水木の大切な守り、どうして、家を支払われることで、水木を見つけることができるって言うなら仕方ないわね。水木の部屋を見てもいいわよ。お、ということでね、これから水木さんのお家を調べるらしいんだけどね、一回きりがいいからね、今回はここで終了してね、次回ね、続きをやっていこうと思います。ということでね、ここまでご視聴いただいた方、ありがとうございました。